ルズマイカラーアメヘルプコーチのカラトクスニューヨークというわけで、皆さんこんにちは。カラトクスニューヨークヘルスコーチのマリです。このビデオでは皆さんがヘルシーセクシーハッピーになるための情報をお届けしてお役に立てればいいかなというふうに思っております。はい、というわけで私日頃からですね、皆さんにクリーン食べましょう、クリーンイーティングを実践しましょうというふうに言い続けていますね。素材丸ごとを使ってシンプルに調理して食べましょうと。で、加工食品とかですとね、どうしても食品添加物がたくさん入っていますよね。食品添加物が体には悪いというのは皆さんご存知かと思いますが、体に悪いものを入れながら健康になりましょうって、こんなナンセンスな話はありませんので、ぜひ皆さんクリーンイーティングを実践してですね、ヘルシーになって、そしてですね、強いては痩せるだったりとか、あとは美肌になる活力が出てくるみたいな、皆さんが欲しい欲しいと思っているものを、一気にお得に手に入れていただきたいなというふうに思っております。はい、というわけで、このクリーンイーティングが盛んになるニューヨークからですね、皆さんにヘルシーなトレンドだったりとか商品だったりとか食品をご紹介して、それいいなという声がどんどん高まっていって、日本にもそういう商品が気軽に手に入るような状態になればいいかなというわけで、先週からこういう商品をご紹介するビデオを作り始めました。先週ご紹介したのはですね、クリーンイーティングを実践する人たちが大好きなララバーをご紹介しました。ビデオがありますので、よかったら見てみてください。で、今週ご紹介するのは、このクリーンイーティングを実践する方から、ここ数年ぐらいですね、人気を集めているある飲み物をご紹介します。さあ、どんなものでしょうか。ここにありますよ。ちゃちゃちゃーん。はい。メイプルウォーター、皆さん聞いたことありますかね。メイプルウォーターってね、ここ 1,2 年でですね、人気が出てきているドリンクなんですけれども、皆さんココナッツウォーターは知ってると思います。ヤシの実の中に入ってる水ですよね。まあ、そんな感じで、まあ、同じような類なんですが、このメイプルウォーターが人気を集めています。で、メイプルといえばですね、皆さんメイプルシロップご存知かと思います。で、このメイプルシロップの元になっているのがこのメイプルウォーターです。で、このメープルウォーターはですね、だいたい40リットルぐらい作って、どんどん煮詰めていって、最終的に1リットルぐらいになるまで煮詰めてシロップ状にしたのがメープルシロップです。メープルシロップがちょっとお高いわけが分かりますね。これ作るの40 1リットル作るのに40リットルも必要ですからね。はい。で、元々の糖度は約 3% ぐらい、メープルウォーターの糖度は 3% ぐらい、これが 66% ぐらいまで煮詰めていくとメープルシロップになるそうです。はい。で、メープルシロップはですね、KD キッチンでもおすすめの、甘味料の一つとしていますけれども、白お砂糖はね、生成していて体を酸化させてしまったりとか老化とか進めてしまいますので、皆さんにですね、こういうヘルシーでナチュラルな甘味料をおすすめしています。メープルシロップの他にも蜂蜜とか、あとはココナッツシュガーもおすすめしています。はい。で、このメープルシロップの元になっているメープルウォーターなんですけれども、栄養がですね、結構豊富で、ビタミン、ミネラル各種が含まれているそうです。で、美肌だったりとか抗酸化作用、あとはアンチエイジングもそうですし、骨とか、あとは歯が強くなる。で、もう一つ、嬉しい効果として、脂肪だったりとか糖質の分解を早めてくれる、そういう嬉しい効果があるそうです。はい。というわけで、今日はこの注目を集めるメープルウォーターを皆さんにちょっとご紹介しようと思いますよ。じゃあ、ちょっとお味ですね。はい。どんな味でしょうか。うん、ね、美味しいです。すごくさっぱりして、すっきりした味わいですね。で、もともとはですね、先ほども言いましたけれども、糖度が 3% ぐらいしかありませんので、そんなに甘みってないんですね。なので、甘いものが苦手な方も飲みやすいと思います。で、清涼飲料水とかは果糖糖ブドウ糖液って知ってますか皆さん。コーンシロップなんですけれども、遺伝子組み換えで作られた脂肪に変わりやすい、そういうものがたくさん入っていますね。なので、清涼飲料水は皆さんぜひ気をつけた方がいいかと思いますが、これに入っているものはもちろん買うときね、裏を見ましょう。先週も言いましたね。はい。何が入っているのかチェックしましょう。これね、オーガニックメープルウォーター、オーガニックジンジャージュース、はい、これ生姜の搾り汁ですね。で、オーガニックレモンジュース、オーガニックのレモンの搾り汁が入っている、そういうメープルウォーターを買いました。
うん、飲みやすくて美味しいです。すごくさっぱりしてるし、清涼飲料水で、先ほども言いましたけれども、いろんなね、もう着色料とか香料とかもたくさん入ってるので、特にお子さんとかね、気軽にポンってあげるのちょっと気をつけてほしいなというふうに思います。あとはカロリーゼロとかなんかだと人工甘味料入ってますね。あれね、味覚麻痺とか起こるので気をつけた方がいいですよ。皆さんこういうものを飲んでください。今ね、日本だと、カルディとか成城石井で買えるそうです。あとは、インターネットでも買えるそうです。なのでヘルシーな、あと美容のトレンド気になる方、ぜひ一度手にしてみて、見られてはどうでしょうか。はい、で私ね、お家でドリンク飲む時ってたまにですね、やっぱりこういう味のついたものを飲みたいなというふうに思ったりするんですね。でそういう時は、炭酸水とか買ってきて、そこにレモンを絞って、あとメープルシロップちょっと入れて混ぜて飲んだりしますね。はい、そんな風に自分でお家でホームメイドで簡単にジュースも作れますし、もちろん KD キッチンでもね、美味しいジュースをたくさん、ご用意していますので、そういうヘルシーでクリーンなもののチョイスをして、日頃の食生活を楽しんでいただけたらいいかなというふうに思います。 Alright, that'sオープントゥデイ。また来週も何か新しい商品をご紹介しますよ。お楽しみにしていてください。 Alright, that's all today. Thank you so much for watching my video. If you like it, give it a like and please subscribe and sending you lots of love and kisses from New York. See you soon. Bye.